からゲルゲだってそんなお前、うん、お前とゲルゲはどう考えても釣り合わないんだよな。まあまあそれはもうそれは乗っ取ろうぜ。だからそういうダメでしょそういうの。お金何に使ってるの俺普段。いや俺そんな無駄遣いしないよ。うん、俺はだって俺買い物とかなんか高い買い物とかしないじゃん。ゲルゲの家は何の会社なの。いいじゃんかよな。いいんだよそれ。うん、あキルさんどうかな。うん、あこてつさん。いやーでもあれだね、雨っぷりひどかったね。うん、いやペコちゃんもそういうの言わないで。まあ確か俺が言う分にはいいけど、リスナーに言われると結構へこむんだからね。そうだよ、ゲルゲのお父さんにお前3万円くれてやるから新幹線で早く帰れっつって、帰りに盗まれた。小鉄さんね、俺はね少なくとも家まで持って帰ってきたよあの傘。うん、今日はむつお、そうだね、むっちゃん今日大阪入るって言ってたから、夕方もし時間合うようだったらって言ってある。うん。うん。竹ちゃんが盗んだの？あれ、竹ちゃんの俺買わなかったっけ？傘。俺何本買ったっけ？あのとこで。3本買ったんだっけ？夜出る？じゃあ、そう遅くなんだね。うん。了解です。あれ？俺。3本買ったんだっけ ?1 本足んなかったのか傘が。誰か相合傘してたよね男同士で。昨日の夜出る？いや俺聞いてるの今日って言ってるよ。5本ぐらい買ったんだっけ？あ、もう適当にガサって買っちゃってみたいな。もっと買ってた。そうそう、雨降ってかみんな濡れたらあれだから。うん、そうよ。だってもともとあんまり降ってなかったんだっけ最初。うん、大阪で1日泊まる。あ、もうこっち入ってんのかなって。今日の夜でも連絡あると思う。うん、いやだって雨降ってんだもん。2軒目行く時に濡れたくねえじゃん。優しいか、もう普通じゃねえの、女の。うん。小鉄さんが買ったんだっけ？俺もあんまりそこ詳しく覚えてないけど。じゃあ傘買おうよって言ったの。濡れちゃうよみんなっつって。そうそう、コンビニのだよそんなの。傘屋なんかないよそんな時間に。いや俺は髪の毛ないからいいよ別に、うん、佐野さんが傘を二刀流しながら帰ったんですよね。してねえよ、俺一本しか持って帰ってきてねえもん。うん、あ小鉄さんね。うんうん、ひかれちゃんとね。うん、はい、じゃがりこさん、おはよう。はぁ、あ。今日何曜だっけ？火曜か。あ。っていうかさ、かっこつけてさ、今日何曜か、火曜かって言ったって、俺別に何のやることもないんだけどね。うん。
しかしあれだね、朝の仕事しようよ、うなちゃん。ああ、仕事してくるってことね、高橋さん、健太さん。ありがとうございます。また、よろしく。うなちゃんはなんでそんないろんなことをぐってこらえるの？そっか。俺、なんか、あんまり我慢してることないよ。ないで。そんな風に見えるかい？いや、配信してないとき、寝てるよ。寝てるか、テレビ見てる。そんなもんだよ、俺。はい、ゆうちゃん、ありがとう。ワイルドさんも、病院行ってらっしゃい。気をつけて。ヒガーノさん、ヒカルがマゼから金をもらったって本当なの？誰がそんなこと言ってんの？俺は少なくともそんなことは言ってないし、知らないよ、俺は。堺に着いたら土砂降りでした。あららら。ら、そう、俺、最後のさ、上がりの時はさ、結構小雨になってたんだよね。でも、俺、あの後もう一軒飲み行って、一人でね、小鉄さん。そっから帰る時は、もうめちゃめちゃ降ってたよ。1時間ぐらいかな、1時間半ぐらいか飲んでたけど。だって俺家帰ったの9時ぐらいだもん。9時過ぎてたかな。あ、そのヒカルさんがよくわかりません。あ、ヒカルちゃんはだってツイキャスの配信者じゃないもん。ニコ生の方だから。佐野さん一人で自転車で逃げるんだもんな。だって俺自転車あそこに止めっぱなしだったからさ。で、小降りの間に俺帰りたかったのよ。土砂降りになってからで嫌だし。はい、矢沢さん。はい、どうも。そんな一人で逃げるんだもんなって言わないでよ。いつもは一人ですけど、たまに担任と飲むのは楽しい。そうだね、楽しいね。だってさ、誰かが配信してたのかわかんないけど、タケちゃんなのか、他の人かわかんないけど、ガールズバーいた時の、俺楽しそうだったでしょ？ねえ。つまんなそうにしてた、こうやってブスッとしてブスッとされてた？そうじゃないでしょ？結構、楽しそうにしてたでしょ。そりゃそうだよ。だって俺楽しくない場には行かないって決めてるから。お前の歌はひどかったけど、いや、じゃあいいんだよ。歌なんか別に上手くなくても。いや、だってサザエさんはタケちゃんの？なんで、サザエさんなのかなと思ったけど。そのガールズバーの動画上がってる？いや、俺多分上がってると思うよ。だってさ、ヒカルちゃん、タケちゃん、オープさん、俺で、このコラボは、今後あるかないかわかんないコラボだからね。そうでしょ？そんなの絶対に放送見てた人はあげないわけねえじゃん。そうでしょ？普通にあげるでしょ。そうそう、ひかるちゃんはニコ生の生主さん。ポンプに怯えてコラボ。
俺さ、アメスピさんさ、もう毎回俺のことをすっごいそうやってディスってくるけど、アメスピさんのね、今日コラボ上がったじゃん。ブルさんとこで。俺声聞いたけど、アメスピさん、どっか病んでるでしょ。ねえ。きっとお薬飲んでくださいね。うん。声聞いて分かった。コラボ分かったよね、今日。ブルさんとこで。うん。声聞いて分かった。いや、君コラボに上がったから。うん。俺見てるんだから。分かったよね。上がってなかった？俺声聞いたよ、ずーっとここで見てて。アメスピだって思ったもん。アメスピさんがコラボに上がりましたって出るんだから、コメントのとこに。あ、この人か。いや、コラボに上がりましたって出たじゃん。あれは誰だったのかな。そんなもう言い訳はいいよ。コラボには出てませんじゃないよ。普通に喋ってたじゃん。すんごくなんか細い、か細い声で喋ってたじゃん。モノマネしてあげようか。モノマネしてあげようか。あ、もうそういうのはやめた方がいいですよ。そういうのよくないですよ。分かってますよね。いや、もういいよ、アメスピ。もういいって。だってお前だったんだから。お前のアカウント誰かに乗っ取られたのかよ、それ。違うだろ？お前本人だろ？なあ。お前誰かに乗っ取られたの、今日の朝方。ブルさんとこのコラボ。あれお前じゃないんだ。誰なの、お前のアカウント使ったの。お前は何人いるんだよ。いねえだろ。見てたんだっつうの、俺は。俺の見間違いか？俺酒飲んでねえから見間違えることはねえからな。コーヒー飲んでんだから。頼むぜ。もう今更言い訳するなよ、そういうことで。自分でコラボ上がったんだから。ダメですよね。言い訳とかよくないですよね。そう思うんだけど。いや、嘘をついちゃいけないですよね。いや、俺んとこでディスったっていいよ、別に。そうやって言ってる分にはいいけど。はい、ともちゃん、おはよう。セブンスターも知ってるよね。セブンスターさんがコメント打ってるの俺見てたもん。ちゃんと見てんだよ、俺覚えてるでしょ。ねえ、セブンスターさん。ねえ。ほら、もう一人証人が出たよ。俺セブンスターさんコメント、打ってるのも知ってるから。あ、鶴さん、おはようございます。いや、俺覚えてるもん、そういうの。俺意外とそういうのスコーンって入っちゃう人なのよ。ほら、セブンスターさん分かってんじゃん。ジェダイさんはコラボ上がってたし。ちゃんと見てるよ。
いや監視能力とかそういう問題じゃないんだけど、それをさ、俺じゃねえとかさ、コラボなんか上がってねえとかさ、そういうのやめてよ、いやだからさ、ジャイロさんさ、俺ありとあらゆるところもうこうピンポイントでここかなっていうところは、俺放送してない時寝てるって言ってるけど、俺結構びっちり張り付いて見てるよ、いろんなところ。じゃないとそっちへポンプ入れられた時に俺が返せないんだよ、ここで放送で言われたら開けた時に。嫌なの俺。あ、俺のことをポンプ入れてるわ。把握をしてないと、俺がその相手にポンプ入れて、おい佐野この野郎って来た時に、なんだてめえってなっちゃうから、ああそれねって、あこの間の放送ででしょって、あれポンプだからって、俺見てたから言えるじゃん、返せるじゃん。いるのよそういう人が。なんでそんなタイミングよく見れるんだ俺。わかんねえ、そういうとこは変な勘がいいんじゃない俺。忙しい俺、自分の放送もそうなんだけど、そのチェックマン佐野がいるわけよ。チェックマン佐野だから、そこはね。うなちゃんいつ寝てんのって、意外と寝れねえんだよおめえらが、変なことばっかりやるから裏で、俺の知らねえとこで。寝れねえんだよ、だから実際問題。なんかね、ちっと待ってみっつって、こうランキングとかピッて見たりすんので、普段上がってないのに異様に数がいつもの倍ぐらいいるなとかいうとこは絶対俺チェックする。わかる？明らかおかしいだろうって。この人普段の平均視聴者数をなぜこんなに増えてんのかなとか。だからそこ入るよ俺は。俺そんな異常な話し方はしません。普段はもっとビッとしても、もうここ語るに落ちちゃってんじゃん。だから上がったんだろな、上がったんじゃんもうな、アメスピ。なんでさっき嘘ついたの、もうお前自分で今言っちゃったじゃんね。ダメだよ。いや俺見たの今日ブルさんとこの放送で。自分でも言っちゃってんじゃん。俺普段はそんな話し方しません。普段はもっとビッとしてますって。あっちゃん、もうだ、なんで嘘ついたの。俺見たんだから。じゃあまるで俺が嘘ついてるみてえじゃん。今回の件に関して全然、セブンスターさんももう見てるからね。そう、あなたの普段は俺別に興味ないのよ。ただ今回、この人コラボ上がるんだって思って、俺はそこでびっくりしたから、イメージでドーンって入ってるんだからね。どんな声してんだろうって聞いてたもん、こうやって。部長ちょっとは見逃してやれよ。かわいいな、おみーは。なにや、お前飯食ったんやな。食ったで。また腹減ったの。またかよ。食べんの？なあのペロペロして。じゃあ行けよもう。ほら。だよ飯ばっかでよ。まあ今日朝ちょっといつもの半分の量だったからな。ないよ。ちょっと今日朝飯はね、少し減らしたのよ。なんでかっていうと、散歩今日雨っぷりだから、ちょっと天気悪いから行かない方がいいなと思ったな。
散歩するんだったらカロリーとかさ、ほら運動量とか考えてもうちょっとやってもいいかなって思ったけど、今日は俺は散歩部長はなしねって思ってたから、うん、違う違う、もっと早いんだって俺起きんのは。もう6時ぐらいには起きてんだから俺、6時前ぐらい、5時半ぐらいには。うん、そう、ちょっと今日天気あんまり良くねえからなと思って。いや降りそうなんだよ、だから、うん、いや、フレンチブルドッグはいくらでもやったら食うって。うん、いや、ちょっと待って、シェシェさん、6時っておっさんかよって、明らか見たら俺おっさんじゃねえかよ。うん、俺も見つめたら何かもらえるかも。そうじゃねえ、うん、そうよ、ガッツキ食いだ、ガッ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 ってずっと食ってんだから、うん、ガーとか言いながら、うーんとか言って違うの、俺一回やってんだって、ペルマスさん、朝寝起きで。だって俺は朝起こされんのは部長が俺の皮ごとかこの肩のあたりをこうやってガリ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 ってやって、それで起こされんだから。飯くれモードで俺大体起こされんの。うん、だから起きて、だよお前何時だよって。うん、ほんで、お前腹減ると起こすねっつって。だから起きてすぐには一回は絶対食わしてんの。うん、あんたたち行くわよ。いいわね。ケビ。だけどその時に俺ガッてカーテン開けて、今日の天気どうかなとか見て、あんま芳しくねえなって思ったら、ちょっと餌少なめにあげるので、まあまあ基本的には俺1回の量は少なめにっていうのはいつも考えてるのよ。あの、それ前にも言ったんだけど、犬ってさ、1日にあげるトータル量っていうのは、あの、ある程度決まってるわけじゃん、あげなきゃなんない量っていうのは。だからどっちかって言ったら1日に何度も楽しみがあった方がいいなって思ってるの。俺が犬だったらそうだなって思う。だから1回の量は減らして、小出しに小出しにって出してやるの。ちょろ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 って、楽しみがね、おやつの時間みたいなもんよ。そっちの方が1回でドバってやったってまだ欲しがるんだから。うん、そうでしょ、ああゆうじくん、こっちも降ってくると思う、もう明らかに。保釈金詐欺の話はまだか。誰よ保釈金詐欺って。何保釈金詐欺って。俺はそんなことやったことないよ。ともちゃんね、買ったドッグフードの後ろに体重とあげなきゃならないグラム数って書いてあるから、自分の犬を見て、あの、量は決めてあげてよ。うん、いやだからブッチーさんね、猫は残すよ。だからそれが犬と猫の違いなんだって。お前余分に金を集めたろ。はい、保釈金の詐欺、俺いつ保釈されたの。頭痛持ちさん、そう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 、少なめの方がいいよ。うん、そう、まあグラム数は、あの、計量カップみたいのもあるしさ。うん、暴露をされてる、誰に、何に。もういいよ頭痛持ちさん、俺が理解できてないから、その件に関して。
俺いつ保釈されたの？あ、フレンチはそれはあるよ。部長さんの歯磨きはしてるんですか？歯磨き用のガムみたいのがあるんだよ。やばいのは NG かよ。誰がやばいの？あ、武藤さん、了解です。早くね、もう一発目から言ってんだ。もう夕方でも夜でも連絡ください、よかったら。何をブルに暴露されたのって、何をブルさんが俺に言ったの？その保釈金詐欺って何？俺がいつ保釈されたの？いや、俺のことじゃなくて、誰のこと？お前らの悪さ、何よ？じゃ、ほら、みんなね、こうやってポンプ入れてくる人って、片言しか言ってこないのよ。保釈金いくら、だからいつのですか？俺、いつ保釈されたんですか？何のこと？俺もさっぱりわかんない。保釈金って何それ？誰保釈されたの？いや、だから、いくら集めたって、だから、いつの話をしてんの？いや、俺、過去には保釈されたことあるよ、2回。で、いつのことなの？その頃、ブルさんとか俺知らないと思うけど。俺と出会ってないんだけど。ねえ。いや、罰金はだって俺はっきり言ってんじゃん、この間の年末のは10万円だったよって俺、領収書見したよね。いや、わかんねえ。何の話か。だからわかんねえから教えてっつってんの。ちょっと俺、タバコはもうねえから、試験を食うぜ。いや、俺は保釈中じゃねえっつうんだよ、だから。糖質か何かの人ですかね。いや、俺よくわかんねえけど。だって、ブルさんを個人的に俺のことそんな多分知らないよ。だから結局、具体的なこと誰も何も言わないじゃん。ただ煽ってるだけで。ねえ。何の話をしてんのか俺がわかんねえ。タバコぐらい買ってきたら、買ってこようか。でもそんな話があったかも。佐野さんは捕まってて知らないで。じゃあ俺だって分かんねえよ、んな。スティッカムの時はブルさんいなかったよね。そうだね。スティッカム事件の時でしょ。あの時は俺保釈金250万だよ。だけど別にその時は俺まだ乞食配信者になってなかったから、リスナーになんかこじってないでしょ。そうでしょ？ねえ、じゃあ、この間捕まったのがその後じゃん。その鶴さんの件の。あの時俺保釈されてないよ。だから何を言ってんのかわかんない。で、こう言ったらもう出てこなくなっちゃうじゃん。結局なんか適当なこと言ってるだけじゃん。だから俺わかんねえ。何の話してんだろうって。ああ、シェデンさんね、もうあの頃から知ってるからね、スティッカーの当時のね。相手にするのをやめよう。ああ、その人？そうそう、罰金罰金。だから10万円って俺、ツイッターにもあげたじゃん。その、裁判所からの。
10万円っていう。うん。だから鶴之進さんの時の 話だろうって、その時俺保釈なんかされてないから、22日間拘束されてて略式で罰金10万円払って出てきてんだから、なんだよそれ保釈金詐欺って。全くごまかしてないんだよ。だから正直本当のこと言ってんだから、ギリギリなんか知らないよんだな。勝手にもうそんな登場人物増やしたってごまかせないよ。お前たちが嘘ついてんだよバカ。うん、ポンパってすごいでしょ。もうびっくりしちゃうよ、何の話してんだよって。俺のことじゃねえだろって逆に思っちゃうよ俺は。え、違う人のことじゃねえのって、俺と勘違いしてねえって。うん、あ、ジェダイさん飲んでる？だってそう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 、タバコ買いに行くけど、またなんかやったのかと思うだろ。だからそういう勘違いされたくないから、うん、ブルさんは保釈金って言ってないで罰金50万って言われた。罰金10万円じゃねえか、俺領収書見してんじゃん。俺のツイッターに今年の、あ、違う、去年の年末ぐらいにあげたツイッターの社名見ろよ。佐野智則って名前も入ってるわな、略式裁判で。みんな見てる人は見てるよ。うん、ブルさんは足りない3万円をあげたと放送で言ってました。ベルちゃんは勘違いだと言ってます。何が足んないの、その3万円は。どこなの。ん？よくわかんねえわ。いや、それが事実だったら俺も認めるよ、そんなことは。何の裁判で、脅迫罪でパクられて南警察署に22日間拘束されててね、勾留期限目いっぱいで略式になったの。うん、で裁判所行って10万円払って釈放だよ。いや、だから金額って結局のところ最終的には裁判所で決まるから、いくらになるか分かんないけど、マックスでも50だからねってとは俺ゲルゲに言っといたよ。確かに。うん、そうじゃねえの。そうそう、だからその時に10万円で助かったわって俺言ったんだから。うん、だからそんなんで俺が詐欺とかなんとか、何の話をしてんのかよく分かんない。そうよ、俺もうあの時は、年末の時は別に保釈だなんだって俺言ってないから、ゲルゲには。うん、金もねえしね、保釈なんかしねえでいいよって、どうなるか分かんねえけどつって。だからそれをゲルゲがブルに言ってるの。その証拠はどこにあんの。ゲルゲがブルさんに言ったの。佐野さんが釈放の時警察から連絡ありましたよ、鶴さんに。うん、俺は保釈じゃないからね、略式で鶴さんのあの件で
略式で裁判所で罰金払って釈放だからね、保釈金とか保釈で出るとかないもんね。けどそれを本当にブルさんが言ったの？いや俺もわかんねえ、適当じゃないの？だってもうコメント打たなくなっちゃったじゃん、さっき言ってたやつ。あのね小鉄さ、その10万円のことをブルさんは知ってたみたい。知るわけがないじゃん。だって事前に罰金10万円ですって言われて10万円を揃えるんじゃないんだよ。その現場に行って10万円なんだよ。それが30万円か10万円か分かんないんだよ。俺だってゲルゲだって。だからマックスで50ぐらいだよって、50以上は絶対来ないからって、略式の場合はって。そうでしょ。だから知ってたみたいねなんて知る由もないんだよ。うん、そうでしょ。それを知ってたみたいっていうのがおかしいんだよ。これブルさんの名誉にも関わるから保釈金詐欺なんて言ってない。だからポンプなんでしょ。だから俺ブルさんに対して別にブルさんがそんなこと言ったなんて思ってねえもん。ただバカが煽りくれてるだけだから。そうでしょ。念のため集めといたって話かな。後でチャンマンの放送で知ったけど黙ってましたよと言ってました。いやだから小鉄さん、そこよ謎は。ブルさんは知る由もないわけじゃん。そうでしょ。罰金前に、あ、罰金が前もって分かるならいいよね。そうそう、本当にそういうことよ。うん、じゃあかき集めた残りの40万返せよ。な、何そこでかき集めたの？集まったの？あのね、俺がかき集めれるわけないでしょ。俺だって留置場の中にいるのに。ねえ、無理だろ。ネットもできねえのに。よなあ、そうだろ。おかしいだろ。うん、佐野は檻から抜け出す能力がないよ、ないよ、ないよ。ああ、ゲルちゃんから相談電話かかってきて、足らない3万を出したと自白で言ってました。自白で昨日言ってたのを聞きました。てかその前に小鉄さん、なんで俺の女とブルさんが電話知ってんのね。ん？俺今知ったんだけどねえ、なんで知ってんの？ゲルゲの電話番号、ブルさん。もしそれが事実だったら。おう、え、そんな仲になってんの？いや、わかんない。俺今初めて聞いた。おう。いや、だから俺が捕まってる時に、なんでブルさんはゲルゲの電話番号知ってんの？いや、ツイッターはいいよ、別に。そんなもんは。なんで電話で個人的に懇意に連絡取ってんの？
それは俺初耳だから今。ゲルゲからダイレクトメールの連絡が来たんだって。うな、嘘ついてない。嘘なんかついてねえ。俺知らねえよ。本人に電話してみた方がいいと思います。で、後で聞いとくよ。マゼさんならわかるわ。なぜブルさん。謎っちゃ謎だよね。放送終わったら電話してもいいですか？ OK です。はい。なんで知らないのって、俺だから、俺檻の中にいたから。ねえ、留置場の中にいたの俺。携帯を手に持ってないからね。メールのやり取り、留置場の中でできますか？できませんから。頼みますよ、本当に。じゃあ、ここではっきり言っとくよ。俺知ってんだ、いろいろ。ねえ。誰とは言わないよ。でもさ、うなちゃん、うなちゃんって言いながらさ、こそこそゲルゲのこと口説くのやめてくれね。心当たりあるやついると思うけど。ねえ。頼むで。なあ、俺知ってっかんな、それ。早くね。で、俺、うなちゃんまのファンなんだ、なんて言ってるふりしながら、ゲルゲに、いやー、ちゃんまんも良くないよとかさ、地味にポンプ入れたりするのやめてよ。いるんだよ。俺と仲がね、ゲルゲと俺がね、仲悪くなったら、ニョキニョキ出てくるんだよ。だから、この間も2ヶ月間俺と音信不通の時だって、な、わかるよね。そういうタイミングでそういうことやるんだよ。普段は俺とゲルゲが仲良い時は絶対静かにしてる。なんだよって俺も思うよ。なんだよ、結局そっちかよって俺も思っちゃうじゃん。なあ、そうなったら。そうでしょ？いや、俺はもうそういうのは見ないふりしてるよ。聞こえないふりしてるけど、いろんな人から連絡来るから。チャンマンちょっと気をつけた方がいいよ、あいつ、とかね。なんで？いやいや、この間なんか、個人的にゲルゲンになんかどうのこうのって言ってたから。俺知らねえわ。いいよ。ゲルゲが決めることだからとは言ってるけど、個人的に俺気分悪いよね、そうなったら。そうそう、だから最後決めるのはゲルゲなんだけど、だけど、なんか、そういうのって、どうかなって思うから、何気にゲルゲファンいるからね。あんまりいい気分はしないよ。だってさ、その人が佐野アンチだったらいいのよ。まずゲルゲに接近する体で、まずうなちゃんファンなんだ俺もっていう話で行くわけよ。そうでしょ？そうよ。いや、言わねえっつうんだよ。別に。そういう関係になってるんだったら別に俺が言わなくたってどっかから出るだろうし。
いいよそんなもん、うん、作り話じゃねえよ、うん、だけど言いたかねっつう、いやいやこれね、俺が名前を言ったらさ、それがね間違ってりゃ不可視になるし、言わねえ時点で不可視でもなんでもねえんだから、やだよまた。じゃあ最後までだってそうなったら事実確認までお前らさせるじゃねえかよ。ただそういうことは何個かあるよって、うん、言わない。言わねえよ。なんでそこでやから先輩出るか、やから先輩なんか全然関係ないじゃん、ケルケと、うん、ほらもっと飲めとか言って飲んだら言うだろうって、言わないよ俺は、悪いけど。辛いなちゃんまんも、うん、まあラブリーいないから言えないって、その煽りで俺がね、てめえじゃあ俺が嘘言ってんのかよ、じゃあ名前言ってやるよって乗ると思う？無理、煽りがまだいまいち、それじゃあ乗らないな俺は、残念。もう少し上手くなろうよ、下手すぎるわ。うん、ねえ、あんたたち行くわよ、いいわね、ケビ。だってみんな考えてみな、まあ確かに俺と仲良くしてるからゲルゲ配信はやるけど、だってゲルゲの配信で600人とか来るんだよな。あでゲルゲの配信を俺もじーっとロムって見てるけど、基本俺の話題あんまり出ないじゃん。ゲルゲとリスナーとのトークが成り立ってるわけじゃん。そうでしょ？ねえ。そうでしょ？ってことはゲルゲはゲルゲなりにそれだけなんか人気があるんじゃねえの？うん、昨日は900人来てた？シェレンさんチェックしてるね。うん。そうよ。だからゲルゲは一人の一女性配信者としては確立してるのよ。うん。マートさん。うん。できてんの。うん。そういうことよ。だからそれなりのゲルゲファンもいるわけじゃん。うん。アニメネタは面白いもん、ね、いや俺はだからそこら辺は分かんねえのよ、何を言ってんのか俺よく分かんねえから、うん、ゲルキャスターのんびりしてるよね、うん、いや俺アニメ見ねえんだって、うん、正直な話何を言われてるのか分かんない、お俺は口説いてないからね、シェレイさんそれ分かってるよ、うん、そうでしょ、マートさんそこなんだよ、バーター配信者ならゲルギが枠開けた時サノアサノアになるはずなのに、あいつのとこは全然それにならないんで、だから確立してるって俺が言って、あいつは一人でも配信はやっていけるって、うん、サスケさん俺も口説いてねえぞ分かってるようん、
ゲルゲの放送は意外と長聞きできるよ。うん。ただ、アニメの話になっちゃうと俺見るのやめちゃう。だって何言ってるのか分かんねえもん。うん。いや、口説けんなら口説いてみたらいいとは思うけど、そう、俺アニメの話わかんねえからさ。はい、大日光さん、おはようございます。お疲れです。そうなんだよ、アニメ俺もわかんねえからよ。データゲルゲ今日はアニメかって思うと、うん、見ないけどね。ゲルゲってドロロンエンマくんに似てるぞ。古いな。そうか、おめえはアニメがっつり見ろよ。だから見ないっつーの。ゲルちゃんは少年漫画もすげえ詳しい。わかんねえな。その少年漫画って少年マガジンとかジャンプとか全く読まねえもん俺。そのガキの頃も読んでなかった。うん。えぐいアンチコメも面白くさばくよ、ゲルゲ。あ、さばきはうまいね。だってもともとゲルゲって俺リスナーだもん。こなしはだいぶ俺で勉強してんじゃない？ディープに佐野リスナーだったから。知ってる？昔さ、ニコ生でさ、ゲルゲ放送やってんじゃん。俺が放送開けると、そろそろ寝るねっつってゲルゲ放送閉じるんだよ。びっちり俺の放送見てんだから。寝てねえんだから。うん。みんなおやすみっつって枠切るんだけど、そっから俺の放送見るんだから。当時ね、まだ会う前だよ。うん。で、あれだぜ、スカイプ上げときゃピコン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 来るんだから。おいちゃん見てるよっつって、うなちゃん見てるよ。その頃はおいちゃんって言ってないよ。うなちゃん見てるよっつって、いいよっつって、おめえ放送終わったのなんつって、こう俺だからその頃はカタカタしながらも放送やってたから。うん、もともと配信者じゃん。じゃあ、もともとリスナーだったの？で、配信もやってたの？だからまだゲルゲが25とか、そんぐらいじゃない？だから今から6、7年前じゃない？うん。もっと言えば、これ、ゲルゲ言ってんのかな？放送で。もっと言えばだよ。ゲルゲはヤフーチャットの頃から俺を見てるからね。ああ。俺がヤフーチャットの頃から。ああ。変な話、多分、佐野リスナーとしては、めちゃくちゃ古いかもしんねえぞ。うん。だから、13年前とかそんなもんだよ。だからゲルゲまだ10代だったんだから。ゲルゲまだ19とかそんな頃だから。いや、今度聞いてみな。うん。知ってんだから。だからみんながまだ俺を知るもっともっと前だよ。初期のうなだよ。嘘くさじゃねえから。ああ。いや、知ってる人も中にはいるかもしんねえけど。ああ。そうよ。ヘビーなサノリスナーよ。そう、うなぎ犬の頃。シェレンさんも大体その辺のヘビーだから。あとほら、ユーグモさんとかな。シェレンさんも知ってるだろうけど。ああ。
でもよ、そう考えたら俺の配信の初期ってまだゲルゲが10代だぜ。なあ、長くねえか？よ。キルさん、ケロさんの時から知ってても、そんなんもちろんだから。うん。だろ？もう今年で32になるんだぜ、ゲルゲ。あ、10代の頃からだから。長いな、俺の履歴もな。そう考えたら。ああ。マジで。だって考えてみな。もっとわかりやすく言えば、カニ踊りやったのってもう7年経つんだぜ。今年のな、9月とか10月で8年だぜ。なあ、なんかついこの間のことみたいにみんな思ってっけど、カニ踊り、テヌシーズ、テヌシーズ、通報されたらネタになる。そうだぜ。ああ。めちゃめちゃ昔じゃねえか、そう考えたら。だろ？うん。時が経つのは早いな。うん。いや、ほんとそう思う。だから、みんながね、みんなも同じぐらい、年を取ってんのよ。そういうことでしょ。だって俺が47だもん。あれ40になる前で39の誕生日手前だから39だよ。それをもしね、リアルタイムで見たことがある人っていうのは俺と一緒で年は取ってるわけよ。なんかあっという間に来たような感じだけど、そうだろう。7年って結構前だぜ。あと1年でオリンピック2回だからな。例えがちょっとおかしいかもしんねえけど。そうでしょ？だろ？うん。そうよ。いやいや、まあ、だからあと1年経てばオリンピック2回分だよっつってんの。うん。チケさん？数ヶ月で大丈夫大丈夫、もうすぐ分かるから俺のことなんか。うん。明石焼さんもコメント職員ありがとう。ネトラジで愛沢やってたのがもう10年前だもんね。そうだね。ああ、まだほらスティッカーも来る前でしょ。でスティッカーも来て俺がミスターっていうようになって、ミスタースティッカーもになったんだ。あいつは面白かったけどな。ああ。いや、これね、サメちゃんが歴代の配信者で認めるっていうのは、まあ、サメ島のようなね、なかなか他人を認めないような人間が、アイザーも認めてたからね。アイザーのことは。あの野郎だなんだ、やってた、やり合ってたけど、うん。なあ、魅力あったね。途中で変な風になっちゃったけど。うん。残念すぎるっちゃ残念。アイザーってミスタースイカムっていうのがいたんだよ。ああ。強烈なのが。インパクトはすげえぞ。ああ。ダウナー系の配信。わかる？これ多分シェレンさんもわかると思うけど、アイザーはダウナー系だよ。アップ系じゃないから。ドヨーンとした放送よ。ああ。サーメンも長いよ、そら。うん。ハイボールさんおはよう。ダウナーだったな。ああ。重いなぁ。なんかドヨーンとしてる放送をやってたよね。トーク面白いよ。知識もあったよ。うん。いろんなこと結構知ってたよ。
いやもういなくなっちゃったんだよ。相沢はね、そう上げていく感じじゃないんだよ、ダウナーなんだよ。やさぐれダウナー系。いやいい声してたよ相沢はね。あれ声で惹かれてるのもいたんだよ。だからネトラジの時なんかもにね、ちゃっちゃとやってるし、コメントの拾いとか切り返しもうまかったし。最後は俺もね、ザワと仲良くなったけど、違うよ、それユーシンさ、うなちゃんまあ、なんで配信始めようと思ったの？それ違う、一言足りない。一人ぼっちが寂しいから。わかった？寂しいからじゃねえから。一人ぼっちが寂しいからだから。これ名言だから。うん。そう、そういう一人ぼっちちゃんと入れて。うん。そうよ。そうそうでしょ？でしょ？ちゃんと言ってよ、俺だってよ。十何年前に言った。自分のセリフだってちゃんと覚えてるよ。おい、一人、いや、まあ、実際問題、一人ぼっちはやっぱ寂しいよ。だから、その、リアルで、その人と付き合うことなのか、放送をやって、こうやってみんなが来てくれることなのか、でも、この放送をシャットダウンして、リアルもシャットダウンしたら、俺一人じゃん。いや、それは寂しいわけよ。だから、この、なんていうの、酒飲みながらスタイルが、あ、ヤゲさんおはよう。酒飲みながらスタイルが確立するわけよ。一人で飲んでもつまんねえしさって。だけど、こう枠開けりゃ、みんなが KP ってね、乾杯してくれるし、徐々に徐々にそういう風に作られていってるわけよ。うん。ねえ。そうそう、みんなと会話が、できてるんだから、まあ、助かってるよ。うん、まあ、もう本当にそこは助かってるんだ。だからみんなに助けてもらってんだよ。つまんねえから枠開けるに決まってんじゃねえよ、普通に考えたって。楽しくはそっちの方取ってるよ。うん、ケロちゃんとは配信する前に知り合ったの？いや、配信する前だよ。俺が30の時だから。うん。いや、31かな。うん。ケロが19の時だから。ああ。まだ大学行ってたんだから、あいつ。うん。19から20歳になるぐらいの時かな、ケロは。俺と一回り違うから、うん、絵とは一緒だし。いや、今日タバコがないのよ、カールソンさん。だって買いに行きたいんだけど、今、これ、乗ってるから。うん。やっぱケロちゃんがいい。そんなことないよ。うん。俺はゲルゲが、いいと思ったから、東京を捨てたんだから。だからうなちゃんに30の時があったなんて信じれない。だから信じなくていいんだ別に。うん、ここ数日何か乗ってるよな。俺乗ってないよ。うん、佐野さんはケロさんにまた連絡する気は、勇気はありますか？ないないないね。だってもうあれ誰かと初対持っちゃったろ。うん、
43年生まれだっけ。そうだよ。うん。ケロちゃんもだって今自分で家庭築いてんじゃない。俺も詳しいことは分かんないけど。ね。俺はケロが今何をしてるのか全く分からない。うん、なんでうなさんはおすすめに出てこないんですか。だっておすすめに乗らない設定にしてるから。うん、ケロさんも結構みたいな話はなんかどっか遠くから聞こえてきたけどね。それが事実か嘘かは俺は知らないけど、書体持ちでもそういうの抜きにしてですよ。いや別に連絡取る気はないよ。うん、ない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 、全くないよ正直。うん、あ、ないね。だってそれをだってリスナーが何そんなことを望まないでしょ別に。ただ面白くなるからちょっとかけてみろとか言うやつはいるよ。いや俺電話番号が変わってんのか変わってないのかさえも知らないから。うん、そこはねかけてもいねえから。ケロちゃんから連絡あったらどうする。なんだよお前よって、久しぶりじゃねえかよ、なんかあったのかよとは言うけど、うん、どうもしないよ。なんだよお前気持ち悪いなって言うぐらい、変なあの悪い報告はやめてねって言うぐらい。結婚してるならいじらない方がいいな。もちろんもちろん、用事がないんだからまず。うん、うなちゃんは外配信はあんまりしないんですか。しないね俺は。うん、しない。俺が外配信するとろくなことになんねえから。うん、うん、飲み配信見てみたい。今見てんじゃん俺の飲み配信、毎日飲み配信じゃん。